お疲れ様です、お疲れ様です、すいません遅くまで。タク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 師匠今日もいい感じでセッションできましたね。そうだね。カチッ、グビグビグビ。あのさ、竹下君さ、俺のところにさ LINE でさ、こっちのギターとこっちのギターとどっちの方がいい感じですかって送ってくるじゃん。はい。あれさ、あんまり意味ないと思うんだよね。なんでですか？どっちでも同じなんだよね。いやだからさ、どっちでも同じなんだよ。どういうことですか？だからね、何のギター弾いても同じ音がするんだよ。そんなことないですよ。いや、俺がそんなことあるって言ってんだよ。同じだよ、何のギター弾いても。なんていうのかな、タッチとかフレーズとかそっちのキャラが強すぎて、何のギター弾いても同じに聞こえるんだよね。じゃなくて、自分でも薄々気づいてるでしょ。いいよ、全然そんなことないですよ。もうさ、ギター買うのやめなよ。だってさ、いくらのギター弾いても同じ音するじゃん。いや、そんなことないですよ、そんなことないですよ。いや、俺が同じだって言ってんだよ。グビ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 カチップワー。そうなんですか？俺もさ、そこそこ忙しいわけ。たんびたんび LINE でさ、これとこれとどっちですかねって言われても、同じだなとしか思わないわけ。わかる？はい、わかりました。だからさ、大幅に変わった時だけ、こっちとこっちどっちですかって送って。その毎回毎回さ、こっちとこっちどっちですかって言われても、同じだなとしか思わないわけ。はい、わかりました。じゃあまあ適当にやっといて。はい、わかりました。じゃあね、まあ適当にやっといて。はい。